指導。いつも忙しそうね。この隠れ家は飛空艇だったんだよ。今は飛ばないけど。インビンシブルって名前なんだよ。意味は知らないけど。ハルポクラテス。そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。若先生は相変わらず読むのが早いのう。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る。ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた。語り部、木の実ばっか食べてる。クラも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、バラせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。書庫で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいとぐずるのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。ガブが戻るまで部屋で休むとするか。調べ物かな。ははは。クライブ、待っておるぞ。あれから5年か。そんな時だ。あの双子かね。
そうだな。新たな視点を得られた気がするぞ。これまでの知識の断片がつながったぞ。備忘録を見たいのだな。知りたいことがあったらおいで。おかえりクライブ。帰ってくるなりバタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから。わかった、すぐに確認する。じゃあまた後で。ガブから手紙。何かあったか。タローンが新しい品を仕入れたんだよ。こりゃドリス隊長の。今日は何か、何が欲しいんだい。もういいのかい。さっきオットーが来たわ。ガブの手紙を読んでくれってあなたに。ガブはなんて。ダルメキアが軍を動かした。フーゴクプカも関わっているようだ。これで奴の私兵はしばらくの間ベアラーを襲うことはない。そう、よかった。この戦は俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。ごめん、遅すぎたくらいだよ。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて私にもようやく分かったの。マザークリスタルは人を幸福にしない。
恩恵が大きければ大きいほど、それ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一体を大地に広げて、人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから私も手伝いたいの。ジル、だが、それにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから、どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアは確かにいた。見間違いなんかじゃない。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。きっとジョシュアは奴を追っているんだろう、今この時も。また会える日が来るかしら。それを信じて、できることをやるだけだ。全てのマザークリスタルを破壊する。北部は黒に染まったか。この数年で黒の一帯は広がりよう。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。兄さん、僕らに何ができる。クレイブ、問題が。ああ、その、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで、打ち合わせをしていただけよ。どうした、オット。協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、ちょっとサロンまで来てくれ。わかった。マーサに何があった。サロンへ向かいましょう。オットーから詳しい話を聞かないと。もっと詳しい話を。ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来て
マーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。ロザリアを治める俗領総督府の名の下でベアラーをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラーそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して。ああ、すぐに出る。クライブ、いえ、シド、マーサの宿のことですが、人手が足りなければいつでも我々にお声掛けを。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。いや、君か。何を教えてほしいんだね。情勢の変化を見ていこう。人物についての講義か。いつでも相手になるぞ。どうかしたのか。渡し船の底に水が浸黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞くが。隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、この船や桟橋なんかは野ざらしだ。防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠け、それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか。ああ、お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。ロザリアのクアールテール岳を知っているか。あそこにはシスルソーンって魔物が救ってる。やつの狂念液は水を弾くから補修に持ってこいだ。すまねえが手に入れてきてくれ。分かった、行ってみよう。
ボルスの言っていた魔物か。奴らを倒そう。これが共鳴液だな。オボルスに渡してやろう。シド、おかえり。シド、ああ渡しておこう。これだよこれ。助かったぜシド。早速補修に取り掛かろう。お前の渡し船は隠れ家になくてはならない。今後も頼むぞオボルス。あんたに頼まれたのならやる気も出るってもんだ。任せてくれ。今まで以上に役立ってみせるさ。共鳴液を取ってきてくれて助かったよ。これだけあれば私船の補修も大丈夫だ。これはとにかく石の剣と合流しよう。中毒兵の奴らめ。いらっしゃい。他に売るものは？道中お気をつけて。奴ら
あちらで手当てをしましょう。さあ。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか。ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、分かった。駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。暗い。ベアラー粛清だなんてただ事じゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。ザンブレクは何を企んでる。あれは。マーサ、無事か。ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ、黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって。このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな？わかった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ。ビビアンからもその名を聞いたことがない。
女も知らないとなると、とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。
争った跡があるわ。ジル、急ごう。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国へに誓い、来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、ああ、やるぞ。
倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。